This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。今日は5月4日火曜日です。ラジオ聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。 BOT は債券投資家登録プロジェクトの開発を進めています。タイの首相と日本の首相が電話会談を行いました。タイ国立科学技術開発省は免疫療法の新興企業に共同投資を進めています。 TAT はプーケット海を救うプロジェクトのイベントを開催しています。労働省は違法な外国人労働者の問題に取り組んでいます。それではまず初めのニュースです。 BOT は債券投資家登録プロジェクトの開発を進めています。タイ中央銀行の金融市場運用担当の和智田副総裁は BOT タイ中央銀行と SEC 証券取引委員会が設置した証券投資家登録プロジェクトの進捗状況を明らかにしました。債券投資家登録プロジェクトは2020年11月に発表され、以来実用化に向け綿密に話し合いが進められてきました。これは過去に共同で行った FX 監視及び管理システムを強化するための新しい FX エコシステムの一部です。タイ中央銀行は外国人居住者である投資家向けに DIR フェーズ1を発表しました。実際の受益者である外国人居住者である顧客のために投資家に代わって有権証券の管理をするカストディアン事業を運営する商業銀行で、最終的な受益者は分割口座を開設し、2022年1月4日以降徐々に管理を進める方針です。外国人投資家で非居住者の債務証書の引き渡しはタイ中央銀行に登録されている当該証券貯金口座を通じて行う必要があります。カストディアンを担う銀行と非居住者の外国人投資家がこれら債券投資家登録プロジェクトを実施するのを容易するために、タイ中央銀行は BIR 情報ノートを作成し、証券投資家登録 BIR プロジェクトに関連する基準、質問、回答及び情報をまとめました。詳細はタイ中央銀行のウェブサイトで確認できます。証券投資家登録 BIR プロジェクトは証券市場における投資家の行動を監視するために、正確で完全なデータを迅速にタイ中央銀行に提供し、市場の監視、為替レートの安定性と金融システムを維持するための方針を策定するために利用される予定です。次のニュースです。タイの首相と日本の首相が電話会談を行いました。プライト首相は日本の菅首相と電話会談を行い、タイと日本の間の戦略的パートナーシップを強調し、菅首相に早い時期にタイを公式訪問するよう招待しました。タイと日本は経済協力の強化に合意し、メコン圏の開発に関する協力も再確認しました。プライト首相はタイと日本の間の戦略的パートナーシップを歓迎し、菅首相に早くタイを公式訪問するよう招待しました。またプライト首相は新型コロナパンデミックを封じ込め、
経済を活性化する上でタイ政府の優先事項を確認しました。この中で菅首相はコロナワクチンのコールドチェーン貯蔵設備や施設などコロナ関連の支援を提供することを約束し、タイと協力する準備があることを明らかにしました。地域問題についてはミャンマー、東シナ海、南シナ海、朝鮮半島の状況について意見交換を行いました。両首相はタイが今後3年間地域コーディネーターを務める ASEAN 日本の枠組みと2022年にタイが主催するアジア太平洋経済協力 APEC において緊密に協力することに合意しました。菅首相はタイが太平洋横断パートナーシップの包括的かつ進歩的な協定に参加することへ日本は支援する方針を繰り返し伝えました。次のニュースです。タイ国立科学技術開発省は免疫療法の新興企業に共同投資を進めています。 NSTDA タイ国立科学技術開発省とタイフーズグループ株式会社との共同記者会見が開催され、白血病患者を治療するためのクラフト細胞療法の製造と商業化を目的とした新しいバイオテクノロジースタートアップジェネプティックバイオ社への研究者グループ間との共同投資が発表されました。この共同投資は技術移転、研究の商業化、技術ビジネスの促進を目的としたタイ国立科学技術開発省のプログラムの一つです。ジェネプティックバイオ社への投資はタイ国立科学技術開発省がこの有望な研究を市場に投入し、バイオサーキュラーグリーン経済アジェンダを推し進めるための主要な推進策です。ジェネプティックバイオ社はタイで初めて血液のがん治療用のクラフト細胞療法を提供し、タイで急成長している革新な医療分野への道を開いていくと期待されています。次のニュースです。TAT はプーケット海を救うプロジェクトのイベントを開催しています。タイ政府観光庁 TAT プーケットオフィスは観光客やダイビングのダイバーを含む海を愛する全ての人の間で天然海洋資源の保護を促進し、南部プーケット県のイメージを高めようとプーケット海を救うプロジェクトと題した観光イベントを開催しました。プーケットはタイで最高のダイビングスポットの一つとして有名です。プーケット海を救うプロジェクトはニューノーマルを取り入れたライフスタイルでいくつかの活動を進めています。これまでの観光イベントと違い、海中やビーチガーデンなどでゴミを集めるなど海洋資源保護を目的としたイベントとなっています。このイベントは責任ある観光を促進するためにタイ政府観光庁が断続的に取り組んでいる活動の一つです。詳細についてはタイ政府観光庁のウェブサイトをご覧ください。次のニュースです。労働省は違法な外国人労働者の問題に取り組んでいます。労働省は数千人の外国人労働者が不法にタイに入国しており、また国内で新型コロナウイルスの蔓延を抑えるための措置の一環として違法な外国人労働者と雇用者の問題に対処するために新たに6つのチームを設立しました。スチャート労働大臣は6つのチームは労働関連の犯罪者を調査し逮捕裁判にかけるために割り当てられたと発表しました。労働省は不法外国人労働者、雇用主、利害関係のある3つのグループを対象とした法律を厳格に課すことを目指しています。不法に入国して働く外国人労働者および彼らの労働許可に必要な情報が得られなかった外国人労働者に向け、今年2月13日までにオンラインによる受付で労働を許可しました。労働省によりますと2020年10月1日から2021年4月22日までの間に2万3103人のうち647人以上の雇用主が外国人が労働許可証がないまま働かせていたために起訴され、
331,689人の外国人移民のうち541人が不法に働いたとして罰せられました。労働省は労働許可のないまたは許可されている範囲を超えて働く外国人は5000バーツから5万バーツの罰金が課され、タイで罰せられた後母国に送り返されると警告しました。またそのような雇用許可した雇用者は違法移民1人当たり1万バーツから10万バーツの罰金が課せられます。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。BOT は債権投資家登録プロジェクトの開発を進めています。タイの首相と日本の首相が電話会談を行いました。タイ国立科学技術開発省は免疫療法の新興企業に共同投資を進めています。 TAT はプーケット海を救うプロジェクトのイベントを開催しています。労働省は違法な外国人労働者の問題に取り組んでいます。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。Concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.